はい、それでは6月3日の3問に入ります。定期建物賃貸借契約において契約期間を6ヶ月とした場合、契約期間は6ヶ月となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ丸ですね。定期建物賃貸借契約において契約期間っていうのは制限がないんですね。まあ、制限がないということなので、まあ、6ヶ月って定めたのであれば6ヶ月になりますし、1年と定めたのであれば1年となるし、2年と定めたら2年となるということですね。まあ、これは基本事項です。で、そもそも定期建物賃貸借って何なのかって話なんですね。これが重要です。定期建物賃貸借っていうのは、更新がなく契約期間の満了とともに契約が終了する、こういった建物の賃貸借なんですね。これつまりですね、オーナー、賃貸人にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるんですね。更新がなくて契約期間満了とともに契約が終了するってことは、もし契約期間を6ヶ月って定めたのであれば、6ヶ月後にはもう契約終了になるんですよ。で、出て行ってくださいっていうことができるんですよね。で、一方で、普通建物賃貸借契約っていうのは、オーナーから解約する場合って正当事由が必要なんですね。つまり、多くの場合が、更新ってなってくるんですよ。解約しづらいんですね。このように違いをちゃんと明確にして、対して頭に入れておきましょう。それでは問い2です。高県知事免許を受けている A 社が D 社に吸収合併され消滅したとき、D 社を代表する役員 E は合併の日から30日以内にその旨を高県知事に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。本問は D 社を代表する役員 E は届け出をしなければならないとなっているので誤りなんですね。正しくは D 社ではなく A 社です。A 社を代表する役員は届け出をしなければなりません。高県知事免許を受けている A 社が D 社に吸収合併され消滅したということは、 A 社が消滅会社、 D 社が存続会社なんですね。そして宅建業者である法人が合併により消滅したときは、消滅した法人の代表役員が合併の日から30日以内に届け出をしなければならないんですね。で、今回消滅した法人っていうのは A 社ですよね。つまり A 社の代表役員が届け出をしなければならないということになります。なので問題文を見ると、 D 社を代表する役員 E は届け出をしなければならないとなっているので、まあ、この部分が誤りですね。これ D 社じゃなくて A 社を代表する役員に変えたら正しい記述になります。では問い3です。土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利定の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して届出書に記載しなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ丸ですね。本問は事後届出の届出書の記載内容に関する問題です。事後届出の際の届出書には対価の額を記載しなければなりません。で、今回のように対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積もった額を記載する必要があるんですね。例えば他の土地建物で支払う場合、お金で支払うのではなくて土地建物で支払うといった場合、その土地建物の時価を記載しなければならないんですね。そもそも事後届出をする理由っていうのは、地価が高騰しないように契約内容を確認するためなんですね。なので例えば2億円の土地を10億円で取引されたりすると、地価が高騰する可能性があります。だから届け出をしてくださいねっていうことなんですよ。そしてこの10億円っていうものを現金じゃなくて他の土地や建物で支払う場合、まあ、つまりこういった土地や建物が10億円の価値がある、そういった場合ですね。そういった場合にそのような10億円の価値がある不動産で支払う場合も同様に地価が高騰する可能性があるから、その土地建物の時価がいくらなのかっていうものを届け出してくださいよっていう話です。まあ、理解をすればこれ当然ですよね。
毎日の3問だけでは合格するためには全然少ないです。これは問題量が少ないんです。理解量も少ないです。なのでその他の問題であったとしても理解できない部分はネットとか専門書で調べて理解学習を実践していきましょう。これが合格の秘訣です。そして今行っている短期集中実力アップ講座っていうのは、そういった理解しなければならない内容を短期講座の教材の中にも入れております。書いてあるんですね。だから、まあ、今からであったとしても理解学習を実践することは十分可能です。そして今年の合格もまだ目指せます。なので今年絶対合格したいという方は短期講座ぜひご検討ください。そして短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今回なんですけれども、短期集中実力アップ講座、いわゆる短期講座ですね、こちらの特徴についてお話しさせていただきます。でそもそも短期講座ってどういったものなんですかっていうご質問をよく受けます。なので、今回ね、動画にさせていただきました。短期集中実力アップ講座、短期講座の特徴なんですけれども、問題集だけで基礎から理解学習まで行える、これが短期講座の特徴なんですね。いわゆる短期間で実力を上げるための講座が短期講座なんですけども、その短期間でじゃあ合格力をつけるための元となっているのは何なのかって言ったら、この問題集なんですよ、実を言うと。これがですね、他の予備校だったりとか通信講座とは違う内容なんですよ。どういうことかというと、問題集の中に基礎的な内容から理解すべき内容まで含まれているっていう点なんですね。多くの教材っていうのがその問題に対する解説だけしか載ってないんです。しかも理解すべきところは載ってなくて、ポイントしか載ってないから、自分自身で理解すべきところは調べなきゃいけないって話なんですね。でそれやってるとですね、時間が足らないわけですよ。調べるにも時間かかる。また多くの場合が初めに動画を見て講義を受けて、もしくはテキストを見て、でその後問題解くんですよね。でそういったやり方をしてたら、半年間の期間があったとしても本試験まで間に合わないんですね。去年とか一昨年とかこの時期からね、予備校通ったりとか、通信講座を受けたりとかした方であればわかると思います。全然時間が足らないってことに気づくんですよ。だから弊社の短期講座っていうのはそういったやり方はしてないんですね。受講していただいたからには短期間で実力を上げていただいて合格していただく、これが短期講座の目的なんで、短期間で実力を上げることができなかったら意味がないんですよ。じゃあその短期間で実力を上げるためには、できるだけ無駄を省いていかないといけないわけなんですね。そのために弊社は問題を使いながら基礎から理解学習までできるようにしたんですよ。でこれ基礎から応用じゃないのかっていうと、もちろん応用も解けるようになります。でこれはですね、基礎をちゃんと理解できていて理解学習を実践できるようになれば、応用問題も必然に解けるようになるんですね。だから重要なのは基本的な部分とちゃんと理解学習をやるっていう、この2つなんですよ。でそれを問題集で行えるって話なんですね。じゃあ問題集がどういった内容になっているかっていうと、実はこの3つに支えられているんですよ。問題文の理解と具体例と関連ポイントです。これをうまく組み合わせながら問題集の解説を作っています。で今回このですね、問題集がどういったものなのかっていうのを具体的にちょっとお見せいたします。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、例えばなんですが、ここの表ですね、これ大体ですね、問題集の解説に載っているわけじゃなくて、大体テキストに載ってるんですよ。これどういった内容かっていうと、自己契約とか双方代理って言って、まあ代理の部分ですね、代理の部分で勉強する内容なんですけども、それが実は表になってここに記載されてるんですね。これは問題集の解説です。問題集の解説にもかかわらずテキストのような内容が載ってるんですよ。で実際自己契約とか双方代理っていうのはこの上に載ってるんですね。でこれは問題を使いながら具体例を頭に入れていただけるようになってるんですよ。もちろんテキストで読むっていう方法もあるんですけども、実際問題文を理解する力をつけていかないと、いつまで経っても点数って上がってこないんですね。多くの方がテキストを勉強して法律の知識を頭に入れました。頭に入れたはいいにもかかわらず実際の本試験になると解けない。でこれは問題文の理解ができていないからなんですね。だから早い段階から問題文に触れるってことがすごく重要なんですよ。だから問題を使いながらここで基礎的な知識も一緒に頭に入れていきましょう。これが短期講座なんですね。で今回で言うと、これ実は問題文自体が具体例になっているので、具体例をあえて出していません。具体例がなかったとしても問題文が具体例だから、それを使っていけばそれで勉強できるって話なんですね。でここに表がある通り、この問題を解くだけだったらここの中の一部だけ分かっていたら解けちゃうんですよ。でも
それだけ勉強するのって非効率ですよね。関連ポイントがあるのであれば、関連ポイントも一緒に覚えた方がいい。ということで、関連ポイントも入れてます。で、その中にもこういう具体例ですね。わかりづらいものについては具体例も入れてます。で、問題文が難しくなってくると、やはり問題文の状況理解、これをちゃんとやっていかないといけないので、ここにも書いてある通り、難しい内容については、まずはじめに、しっかり問題文を理解すること、問題文の状況を理解することが重要ですって書いてある通りですね。問題文の理解について図を使いながら書いてあるんですね。ここもそうですね。こことかは問題文だとわかりづらいから、まあ、3人登場人物がいるんですけども、A、B、C っていう風に名前をつけてですね、問題文を理解するといった感じにしております。で、まあ、次のページとかもそうですね。ここも問題文の理解、ここも問題文の理解、ここも問題文の理解。という感じで、問題文の理解の仕方を解説しています。またここもですね、表になってたりして、原則と例外を一緒にね、頭に入れましょう。関連ポイントですね。で、さらに続いては、これ具体例ですね。問題文に具体例がない場合っていうのは具体例入れた方がいいので、具体例入れてます。ここも具体例、具体例ですね。で、ここも具体例、具体例、具体例、具体例です。まあ、こういった感じで具体例たくさん入れてます。これチラッと見ていただいてわかると思うんですけども、これ A4 1枚なんですね。で、ここも A4 1枚。だからこれで A3 なんですけれども、解説がこれ見ていただいてめちゃめちゃ長いんですよ。まあ、短いものもありますね。これ短いですけども、ここ長い。もうこれも比較的、ここも比較的長いですよね。で、これっていうのはちゃんと理解してほしいから、問題文の理解から解説の理解までこう書いてあるんで、長くなっちゃってるんです。でも、これを順序立てて頭に入れていくことによって、すごく実力ついてくるんですね。単にポイントだけ頭に入れたとしても、一向に点数って伸びてこないんですよ。実力つかないんですね。ちゃんと使える知識にしていかないといけないから、このように詳しい解説にしております。なので、この問題集の解説を使うだけでも、相当実力って上がるんですよ。なので、受講していただいてやることっていうのはすごく簡単で、問題文とこの解説っていうものをこう読み進めていくっていう流れなんですね。はじめは別に解かなくてもいいんですよ。解くというよりも読んで理解をしていくっていう作業をどんどんやっていくんです。ここが他の通信講座とか予備校とかとは違うと思います。問題を解いて解説を読むんじゃなくて、問題と解説を使いながら問題文を理解して法律を頭に入れていくっていうやり方をするんですね。だから問題文と解説、これが一つのテキスト代わりなんですよ、イメージとしては。で、これを続けることによって、基本的な知識っていうものが身について、さらに問題文の理解もできるようになってくるんですよね。そうすると実力がついてくる。合格するための力がついてくるんですよ。これが短期集中実力アップ講座なんですね。で、他の動画でもお伝えをしているんですけども、中卒の方で法律知識ゼロ、で、元とび職の方、イメージしていただいて、わかると思うんですけども、もうほとんど勉強はやっぱできないんですね。まあ、そもそも勉強を中学の時代もしてなかったと。そういった方でも3ヶ月、たった3ヶ月で一発で合格していただきました。つまり、やる気があったら今からであっても十分合格できるってことなんですね。今全然わからない方であったとしても、やる気があれば今年の合格できるんですよ。なんでもし、あなたが今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今からでも新たに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。